でれってってってれって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 れってってれって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 これずっとこの音楽がもう配信しながら BF ってなんかあの待ち画面がすげえ長いじゃん。まあ、特に5は人が少なすぎて。あ、BF。そう、BF。5。待ち画面でずっとその、タタンタンタタンタン、タタンタンタタンタンタンってやつ。懐かしい。あ、これどこ下？いや、上です。OK。マガジンを交換する。デバイス、行けるわ。やばい、今日一日中これ消えないな。なんか非常階いないし、カピタオがもう入っててトイレにあるんでいるぐらい。これ見てんな。ドローン。異臭座を取り戻せ。異臭座を取り戻せ。上階、あの、トイレ倒した今、ちょっとフラグで爆弾を発見した。上階、さっきいなかった。トイレのアルニが死んだから、ちょっとトイレ入るよ、上階。トイレ、まだ開けましょうか。ん、いや、普通に入る、入る、まあ、トイレにいないと信じて。爆弾を見つけた。じゃあ、はい、カメラ壊れた。あ、ナイス。非常階死んだ。うん、これ会議のビジル。敵オペレーターはあと一人だ。ポイントだったかな。デバイス準備 OK。 ダダンダンダダンダンダン。うん、敵部隊を制圧、こちらの勝利だ。ダダンダンダダンダンダダンダン。ちょっと一瞬上がるんだよな、2周目ぐらいで。それじゃなんかダダンダ。爆弾を確保しろ。いいかな。10秒。トイレはどうするんだろう。突入まで5分。敵部隊はまだ爆弾を発見していない。カメラ、反撃中だ。マガジンを変える。センサー起動。また W か。爆弾が敵部隊に発見された。おお、シンプルじゃ。センサー設置。うん、やっぱ W 臭いな。ラペやめて、下で死んだ。待合ラペ。待合トイレ非常階。トイレちょっと飛ばすわ、入ったら。センサー使うぞ。トイレラペで入った。たくさい。マジ？入りました。捜索中。あ、いろいろ飛ばされてます。あ、移動したな。あ、味方が殺しちゃった。今待合ラペずっとしてる。ずっと待合ラペ。一回引っかかるかな。下から。まだやってる。まだ見てる。まだ待合。多分つけてんだよな。
まだ待ち合いしてる。あ、敵やった。リロード。あとダブル2人。敵オペレーターが1人残っている。ナイス。敵は排除した。あれ、どこにノマドつけてたんだろうな。あの領事館でフラグ使って、トイレなんか倒したシーンがあったと思うんですけど、あそこですね、一応他にもまあいろんなやり方あったりして、まあ、その一例というかパターン一つですね説明したいんですけど、今回は今ねラペッテでトイレラペッテて、このキピンの位置ですね、おそらく敵がいて、この入り口の上の方にですねポンと当てて、はい、当てて倒したんですけど、あの一応ね ADS とか、まあ、なんかマグネットとかあったりして倒せない場合はこの突き上げがすごい簡単なんで、ここ窓開けて下からこの位置にフラグをポイッと投げれば、はい、ここで、死ぬので、はい、まあ、そういうやり方もありますよっていうことを、はい、覚えておいてほしいなということで、ちょっとカスタムでねこんな感じで、撮ってきてですね、後付けで喋って解説します。であと1個ねもう1つあの紹介したい場所があって、はい、というわけでもう一個がここの、角ですね、領事オフィスの角なんですけど、左補強されてて、でここにね入ったりすることがあると思うんですよ、まあ、ワマイとか特に、よく入るかな、入ったりすると思うんですけど、まあ、動画内でもいたかな、いたと思うんですけど、ここをですね倒す時に、まあ、なんか本当にね簡単に倒せるんで実は、まずちょっとねキピンを立てますけど、この、この位置覚えてくださいね、はい、ここのキピンの位置ですね、この位置に、まあ、フラグを投げるだけなんで、まあ、めちゃめちゃ簡単そうじゃないですか、この位置ね。で、一応エントリーせず、中にね、入らずに、外からも行けます。はい、地面からここから投げる自信がある人はそれでいいと思うし、ちょっとね、怖い人はラペからでもいいんでね。ここから、はい、と、投げると、ここが飛びますんで、これだけで死ぬんで、あのどうしようここに入ってる誰か倒せないとかってなった時にフラグ持ってたら、あのここからねピアノから簡単に倒せるんで、はい、それちょっと試してみてほしいのと、あとねこれはまあ昔からよく知ってる人はやる車線なんですけど、この位置実は待ち合いから車線が通ってます。ちょっと分かりやすくディフューザー落として位置をね表示させてますけど、よくここが開通されてて真ん中補強の左は何もせずっていうことがよくね、されてると思うんですけど、工事としては防衛側のね、そうした時にこの待ち合いラペして、あそこのディフューの位置ですね、この斜めに打ってあげれば大体死にます。あの決め打ちで適当に打つだけで、あそこの角にいる場合は、はい、この車線で死ぬので、まあ、それを覚えておくとかなり倒しやすいのかなと思います。この車線ですね、はい、ラペから待ち合いラペから車線通して倒す、はい、っていう感じでぜひ、やってみてほしいなと思います。爆弾を発見して解除しろ。カメラ見つけれるか。なんかうるさいと思ってるし。あ、上でした？いや、わかんないな。上だと思うんだ。おー、ナイス。バルキリーが死んだ。負傷してたんかな。あ、下だ、下下。剣？カメラは壊しきれたんかな。ドローンが出てるぞ。爆弾を見つけた。非常階のやつが待って置かれてって、あれ今バルカン見えた。あ、これかエコー。ここがいいです。あて裏にスモーク。本当なの。パッと見つけたいっちゃ見つけたいけど、まあ上の人があれば壊せるかな。爆弾を発見した。いい設置していけんだよな。フラググレネードを投げた。
あの、バン裏死んだ。だ、今手前ボンマいなくて、エコードローンがこれぐらい。流星鳴らしてくれません？なんでそっちに行ったんだ。打ちがけよ。よしよし。エコードローン壊しちゃう。いやもう、やることやった。狙わないな。この位置弱いよな、絶対。白番横。味方は残り一人だ。ちょっと待って。ぶんな、今の頭じゃないの。これさ、やっぱ音久しぶりだからかな、すげえ聞き間違える。いや、頭でしょ今の絶対。